ゃ大惨事になってる。待ってこれ、ちょっと待って待って待って、なんだこれは。肉のスープみたいになってるよ。俺の料理パート2。またやんのこれ。やるぜやるぜやるぜ。ちょっと待って、なんさあ、そう、電王の真似は分かるんだけどさあの、なんでフライパンをそう大事に抱えてるの。本日のメニューに関係してるからだぜ。フライパンで素材を焼き、そして焚き火で串に出しにしたやつを焼いていくんじゃ。机に並んでこの材料何？そう、この材料たちが本日のメニューのメンツでござる。いや、ちょっと待って、あの左から見るとこれ、はい、ワインはい、ワインなんでワイン。あ、調味料用ってこと。調味料用ワイン。ちょっと待って、お前マジで肉が右側にあるから、はい、フランベする気なの。フランベするよ、燃えちゃうよ。ちょっと待ってくれ、この魚、真ん中の魚なんだ。魚は串に刺して焼くんだよ、こんがりとね。あー、なるほどね。このそのチャーハンみたいな、何これは。鶏ごぼうご飯。鶏おぼろご飯。ごめん、鶏ごぼうご飯。それ冷凍食品だろ。冷食。フライパンの出番パート2だ。え、フライパンの出番パート。ちょっと待って、いいかお前、この鶏ごぼうご飯の冷凍をフライパンで揚げるのか。そうだよ。正気か。この目を見ろ。正気だな。はあ、いやー、空が青いな。さあ、というわけでカット、はい、ここ ここでいいの。はい、掘るのね。掘ります。掘るんだね。はい、ほい、じゃあやっていくぜ。オーダー。ちょっと待って、穴ってこれ。穴を掘ってそこから木を入れて、その炎で料理をしていくぜ。フライパンも串刺しも。本当にやるんだね。やらせていただきますね。マジで炎上する気がするんですが、大丈夫ですか。やるぜ、俺はやってやるぜ。レディーゴー。じゃあカツくん、はい、なんか準備できたっぽいね。うん、じゃあまずは料理のまず下準備お願いします。おお、危ねえ。ググッと刺しちゃうのね。刺さってんのかなこれ。俺分かんないんだけど実際。いいんじゃねそれで。いてててて。ちなみにこの魚何なの。いって、アジ。ごめん、アジなのね、うん、ネギ。ネギ、それを刺すの。刺さるのかな、というか刺すけど。なんで用意したの。カツくん、はい、それ何。あと、リンゴ？リンゴ。え、こんなにあっさり入るもんなの、ここで。あっさりも入るもんなのって。もっと硬いもんじゃねえの。おい、カツカ、それなんだそれ。ん？バナナ。バナナ？バカだろ、これ。あ、失敗した、ちょっと。それ行くの？大丈夫かな、これ。ちょっと失敗したけど今。いいの？それで行くの？行く。
カツくん、はい、これ前回あの焼いたやつですよね、あの肉焼きセット。肉焼きセットよ。そのためだけにこれ置いたのか。有効活用だよ。あ、そう。完成ですか。うん、ね、あのさ、この光景だけでさ、うん、いて何の儀式ですかこれ。何の儀式。あつ森でもこんなの見ないよ絶対に。これ何。我のバージョンアップの儀式じゃん。下がってるように見えるんだけど IQ が。 IQ だと、うん、IQ など必要ない、勢いとノリだけでいいんだよ。この3キロの木材入れちゃうの？入れちゃうよ。うわーうわーうわー、うん、もうその辺でいいんじゃない？燃えるための燃料の着火剤？そう、着火剤。え？初めて使う。は？いや前回も使って、ちょ、え？こまけねえよ。これってビュッてやるんじゃないの？やるのね。ちょっとやり方わかんないんだけど、どれが正しいの？やるのね。やるよ。よいしょ。効果効果。本当にやっちゃった、この人。やっちゃっか。ちゃっか。お、ついてるついてる。おぉ、びっくりした。着火剤ってこういう感じなんだか。燃えてるで、炎の料理人。炎の料理人が燃えちゃダメだ。炎が燃えてるで、ちゃんと。カツくん、火山のように上がってるけど大丈夫？おぉ。てか、お前もしかして思うけど、薪全部突っ込んだ？突っ込んだよ。結局全部入れたんかい。そうだよ。全部入れたよ。まさかと思うけど、これ足りないとかないだろうな。足りない、わからない。また消えたよ、このシェフ。シェフ。なんでシェフ、さあ、うちのシェフってさ、すぐ消えるの？しかもまた薪取りに。しかもシェフ、ちょっとだけ火出てきたよ。マジで？マジでって。でもね、これ以上多分上がるか？シェフReady? シェフ、シェフ、燃えてます。ちょっと、なんで、シェフ、本人いないわけ。カツくん、はい。しかも、また持ってきたの、お前。ちゃんと持ってきたよ。どうすんの、まさかの、お前、また、薪持ってくんの？ちょっと持ってくるぞ。走れ走れ、シェフ。おい、この間にさ、もうネギと魚や今のバナナが集中砲火されてるぞ。シェフ、なんでそっちの薪は用意しておかなかったんだ。でもまた薪じゃないんだよ、まだ前回の焼きを、なんで用意しとかなかったんじゃ、こいつ。え？フライパンだい。何持ったの、お前今。卵。はぁ、あ、何これが卵やろ。油は油だ。今俺余計なこと言ったかな。油だ。油じゃねえんだよ。おい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 。危険度マックスな動画だぞ、これ。
なんで、なんで火の近くでサラダ油入れたの。あ、そうか、離れてやんないと危ねえのか。何してんだよお前、離れろよ早く。何のためのフライパンを嫌いだよお前。バカか。カツくん、バナナがもう、やべえ、すげえことになってた、バナナが。魚いい感じか。魚はまあまあまだだけど、いい感じはしてるけど、バナナやばくね。バナナやべえ。おっと危ねえ。え、これ卵割りますよ、もう何も言わずに突然。割れた、割れたって。なんか言えよ、カステフ。おう、枝で卵焼いてますよ。目玉焼きのつもりだったけど、本当はもっとかけ混ぜるんだけど、ちょっとさ、やばいことになると思う、それ。もっと混ぜたら。混ぜてるぞ、今。でもさ、それ、結局油の量が少ないからさ、もう粉砕してんじゃん、お前。パチャンネルインフォメーション、パチャンネル公式 Twitter アカウント登場。動画の最新情報はこちらでつぶやきます。カツくんの個人的な趣味もつぶやくので、どうぞ皆さんフォローしてください。スタッフ沼の Twitter アカウントも登場しました。撮影の裏話や沼の趣味のポケモン GO 活動、ジャンルフィギュア紹介もあります。質問リクエスト等、どちらの Twitter アカウントを DM で受け付けている、皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はぁ、燃えてますよ。おう、燃えてるな。シェフ、はい、そこに鶏、なんだっけ、ご飯入れたらさ、うん、チャーハンになるんじゃね。チャーハンになりそうだな。シェフ、はい、シェフ、はい、それ冷凍のやつだよね。冷凍だよ。それを入れちゃうの。入れちゃうよ全部。うん、うわー、なんか解凍されてるし、少しじゃあ勢いよく、勢いよくやって煽ってくぜ。シェフ、カズ、これ何ですか？チャーハン。冷凍卵チャーハン。鶏どこ行った？イン鶏ごぼう。カツオ風味。どのように肉もこっち燃えてるの？肉じゃなかった。バナナ。バナナがどんどん黒くなってるけど、これ計算通りなの？バナナ。そんなバナナ。そんなバナナ言ってる場合か、バカが。次？はい、次。まず油を入れる。はい、油を入れた。多めに入れた方がいいって言うからね、多めに入れる。おめえが言ったんだろ、多めに入れるって。広告の品。どこの広告の品だよ、どこの肉だよ、まあ、とりあえず。はい。牛肉だよね。牛肉。まあ、このままだけどな、まあ。カツくん。今気づいたけど、ネギがやばいことやってない？ネギ垂れてる。あっち。危ない危ない。てかお前、まずさ、チャーハンの袋片付けなさいって。もう一つはどうすんのよ。肉焼いてくれ。これバカだろ、ほんまに。まだお前、全部入れちゃうわけじゃねえだろうな。オイル。おお、お前はなんだ、あの、某番組のあの、
無人島生活のあの料理か。お前油干したり垂らしたら今何の話だ。ちょっと待って、これはやばいんじゃないか。お鍋ポーン、危ないポーンだった、間違えた。本当にやんの？行くよ。ちょっと待って、ほん。2、1。2、1。入れすぎじゃボケ。入れすぎた。なんか大惨事になってる。待ってこれ、ちょっと待って、待って待って、なんだこれは。肉のスープみたいになってるよ。え、こん、なにこれ。想定外。想定外じゃねえよバカ。油とワインでえらいことになってるじゃないか。まあ、なんだこれは。怖いよ、毒毒しい、なんか赤い汁になってる。 Oh my god、 マグコのワインのステーキ、ワイン煮込みだな、ステーキ上で肉ステーキ。もうお前肉判定させるっていうことすら忘れてるだろ。だってもうできねえだろ、これだけやったら。できねえだろって認めるよ、これひっくり返すの無理だろ多分。ひっくり返した方がいいんじゃない。箸がねえんだよな。なにこれ。よいしょ、おう、あっち。下手くそか俺。下手くそ以前の問題かよこれ。笑い事でもね、ははは、真っ赤じゃん。うわーやだ、なんかやだ、もうこれ鍋じゃん。赤い鍋だよ。何入れたの。え、赤ワインだけだぜ。いちごか。可愛い、真っ赤なの可愛いんで煮込んで。ていうかもうバナナ真っ黒だよ。できたのねこれが。完成形。ねえ。はい。これは何？ワインの煮込み肉。どう？地獄巡り。お前。これ食わんぞ。リンゴとバナナを回収します。回収じゃい。おうのバナナぐちゃぐちゃ。うん、危ねえ。撮るよ後ろ、ごめんねカメラマン。くそ、見た目はうまそうなのにな。中身は食えんのかそれ。わかんねえ、食えるって信じるけど見た目うまそうなのにな。リンゴどうなんだよ。リンゴ、リンゴ半分だけ焼けてね。なんかまだリンゴ焼いとく。いやこれ多分ねひっくり返せないから。リンゴすごいことになってるよ。おお割れてる。まあこれでいっか。いいんかい。ええ、うわー、うん、赤いスープと黒バナナと焼きリンゴ。焼きリンゴ、ネギも多分焼けているな。これネギ、どうしようこれ。どうしようこれって、君が調理するんだろ。だったらそのか入れる。こうするしかないな。そっか、その中に入れればいいんだ。気づいたこと。あ、ネギ早めにあげて、これ一緒に煮込めばよかったわ。じゃあ今から煮込めば。ちょっと、あ、ちょ待って待って待って。あー取れた、もう取っちゃった、もしかして。いやー、がっつり映ったね。ごめんなさい、位置が違ったのね。こっちじゃないとダメだったのね。いやもう位置の問題じゃないと思うんだけど。おいしょじゃねえよ。なんかネギ煮込みになってるんだけど。ちゃんと手順よくやれば美味しくできただろうね、きっと。お前手順もクソもねえじゃん。やだよ、なんか深いところに白いネギ入るって。煮込む。まだやんの。ワインと肉の旨味をネギに吸わせるんじゃい。ワインしか吸わねえよそんなんじゃ。なんなんだよこれ。
これぞ炎の料理を、料理に。カス、カスじゃねえ、カツの作り方。カスだよ、お前カスっつったら自分で。そうだよ、今もお前カス状態だよ。なんかもったいないことを、まった、まあ、うわネギフライ、ネギフライじゃねえ、ネギフライってなんだよ。間違えたんだよ、普通に。ネギ焼き風味。めっちゃ肉。ほぼワインやん。ワイン煮込みの肉、完成です。ちょっと待って、マジで。うわ。待って、穴から溢れ出てないぞ、俺だと。これしかやる方法がないんだよ。ちょっとこれ、おい、これまずいんじゃないか、まだだけに。ちょっと。お前バカか。バカ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 。おい、それデザートやるんだろ。そうだよ。デザートって何なのそれで、うん、は？ポップコーン。ポップコーンじゃねえよバカ。ちょっとこれ、あ、これ近づけねえ、近づけねえじゃねえよ。あ、でき始めた、でき始めたけど気分漏れなく。ふれふれふれ。カツくん、終わりました。終わったの？埋めろ、火消せ。はい。はい。じゃあカツくん、はい、試食ですか？試食です。どれからいくの？どれが前菜？これまたか。これから行くか。これから行くかって。リンゴとバナナの魚の丸焼き。はい。魚は見た目すげえ焼けてるけど。背中は100。お腹はどうなんだろう。背中だけ焼けちゃったからね、正直言って。で、回す余裕もなかったから。食うの？あかん、ダメだ。おい！バナナ剥いてみるね。バナナどうなってんだそれ。どうなってんだろう。ちょっとね、見ようによっては怖いよ。あちぃ。あれでもバナナ良さそうじゃね。あのね、最高の焼きバナナが出来上がった。ちょっとサツマイモっぽいけど、ちょっとフォークで食ってみたら。いただきます。熱いんかい。うん。お味は？あれ？甘くない。甘くないんかい。うん。でもね、ちゃんと食べれる。食べれるんかい。リンゴどうしてんの？真ん中が裂いてみたらリンゴ。多分ね、こっち焼けてない、裏は焼けてないから、表だけ焼きリンゴ？この面だけ。ちょっと思われる。表だけ焼きリンゴって何？やばだけ、あ、なんかくす。ねえ。え？傷んでないのに、焼き方が悪すぎて、切れ目が傷んでるようになってる。うわぁ。これ傷んでないんだよ、絶対に。うん。食べんの？とりあえず焼けてる方から食べるか。今。ばっかり言ったの、お前。あのさ。うん。怖いこと言っていい？うん。うめえ。うまいんかい。しかもうめえの声がちっちゃい。あのね、うん、この暑い中でね、うん、食べるほのかな甘みがね、うん、染み渡るほどうめえ。うまいんかい。嘘でしょ。さあ次はこの謎のチャーハン。チャーハン。じゃあどうぞご試食ください。味は？うん、あのね、冷凍ピラフだ。つまり普通にうまい。うまいんかい？ピラフって言ったお前。さ
さあカツくん、メインディッシュこの肉と赤ワインとネギの煮込み、はい、行くの？行きます。行ったよこいつ。どうだ？油、油です。油ですじゃねえよね、カツくん分かる、うん、そっちに映しちゃいけないものがあるから俺カメラ下に向けてるの。気に行くかな。なんかワインの煮込みでさ、ネギの甘みがちゃんと出てやがる。じゃあ美味しいの？うん、美味しい。思った以上に美味しい。よかったな、うん、デザートキャラメルポップコーンです。いただき、どう？いただきます。うん、一番うまい、一番うまい。正直に言うよ、うん、失敗すると思ってた。自信満々でやったけど。お前ば、見せ場を作らなくては俺